報をご覧ください。パイロットは滑走路上を約10秒かけてゆっくりと応戦します。このスローロールは優れた空中感覚と高度な操縦テクニックが必要とされます。6番機によるスローロールでした。さあ、ダイヤモンド体型に変化します。この後宙返りの後半、機首が真下を向いた時、右に大きく横転を行います。
始まりです。3番機、6番機が右の翼を、そして4番機がフェニックスの長い尾の部分をそれぞれかたどっているのがご覧いただけますでしょうか。ロッキーによるフェニックスロールでした。スモークの帯が直径約 2000m の雄大な円を描いていきます。
態勢に入ります。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。